どうもー、 MS レッドカーペット佐藤です。今これから動画の撮影なんで、水木ん家に到着しました。撮影前にただただ髪を染めたいんで、それも撮ってもらえるかなって感じで、もう勝手に回してます。よし、いただいてる。お邪魔します。やんちゃん、お邪魔します。お疲れです。お疲れです。あ、編集中今、てってりー、何撮ってんすか。今日動画撮影前にちょっと俺の髪を染めてもらおうかなっていうのを撮ってもらえるかなと思って、すでに回してきました。シークさん待ってます。なんすか、髪染めてなんかあるんですか。ない。ないんか。ただそれを動画に撮るんですか。俺のイメチェンしたよっていう。あ、誰が見んだよ。うん、作ってもらえ、水木に編集してもらってあげよう。内容がちょっと薄っぺらいっすよ。ええやん、たまにはええやん。まあじゃあ一応取って、うん、まあ、その気持ちを変えますよ。買ってきたんですか。買ってきた。そう、いいですか。ちょっと、あ、まあ、タオルも入れてくる。2個半分ずつ色つけるってことですか。それ面白そうだね。ブリーチして、あ、ブリーチして半分金髪で半分その色とかは、なんかそういう、なんかうまいことできる。いや、もう好きでいいですけど、うん、あ、むしろやってほしい。ブリーチしてこれを乗せようと思ってたんですか。そう、がっつり綺麗にしてもらっまあいいですけど。まあ私生活ありました。あ、そう、うんうん、わかりました。じゃあやりますか。お願いします。ちょっとじゃあ、やりましょうか。じゃあ、やりましょう。はい、どうもー、 MS8 カーペット水木です。悟です。じゃあ、本日は、え、何ですか。今日は、髪を染めたいと思います。イエーイ。ただただ悟のイメチェンコーナーです。急すぎて猫来てますから。アランちゃん、ちょっとそっち、自分でやるとムラムラになっちゃうんで、やってもらってるのを撮ってみんなに見てもらおうかなと。やりましょう。思ってますね、りょんちゃん。りょんちゃんも染めちゃう。染めたい人。よし、かわいいね。じゃあ染めていきます。ゴー。じゃあ、まあ、こんなんね、誰もがやったことありますからね。大体みんなやり方一緒ですよね、うん、まあ、混ぜて、ガンガブリッジ、要は、まあ、ムラなく使えればいいってことですよね、まあ、中央の頃、水木とさ、同じ染め子で髪を染めたのがね、思い出したわ。一つを半分こしてね、やつさ、さあ、1駅が入ります。お、入りますよ。お、お、刺激が今厚み出そうとしてる。薄いで内容が。いや、あの、ちょっと目をつぶします。デコ上げてます。デコ、何それ。超いいよ。確かにな。あの、何ですか。ただのハンドクリームですけど。ああ、超いいんですけど、これをちょっと厚めにつけとかないと、うん、あの、後が顔にシミできちゃったりね。そう。ああ、なるほどね。これは意外と大事。めっちゃいいにおい。ガチャガチャっと出てきて、お願いします。
全然もう染め子の臭さがないただ綺麗な M になってますえ、あれ不死みたいなんだよなったわけじゃないですか。なったわけじゃない。なってたんですか。あ、なってたんですね。そう、もともとなったんですか。なってたなってた、うん、なってた。それはそうなんです。生まれつきこれ大丈夫かな、映してどれこれ口を見てくださいビーバップみたいな一番の取れ高だったまさやし取れ高あったあったな一番なってたじゃん付き合い長いから分かりますけど確かに昔からこうでしたね昔からそれは確かにそうだ、うん、はい、はい、ということでねまず一発目どうですか。まあ全然これでもいいんじゃないかぐらいでね。いいですか、じゃあそれで染めましょう染めましょう。はい。 M は泣く。何漫画撮れなかった大丈夫ですかね。これこうやって取りたいんですけど、どこまで M で掘っていいのか。どこまで削っていい？これ。どこまで？セーフセーフセーフ。セーフでセーフで。これはなんかゲーム感覚になってんじゃん。どこまで M 掘れるかみたいな。取った方がいいですもんね。そうだね。これ行き過ぎてるかな。セーフです。セーフです。取ります。あ、行き過ぎ。セーフです。大丈夫ですかそのぐらいの掘りで。うん。なんかこの辺丸くね。ここさ、なんかさ。これこそさ、パンチかけてるやつみたいになってるなんか昭和のパンチかけてるやつみたいになってるここ丸いなせめてなんかベージータみたいな V 字のさ、綺麗な感じになってないもんどういいんじゃないですか、どうですか光に当たるとちょっとうっすら、うん、うっすら金っぽいのがあるけど全然だってこうやって髪こうやってなってるもん、うん、もういいんじゃないですか終了どうでした。綺麗に染まったどうほらいや綺麗に染まってますよね。ピンクベリーあざっすでもこの並びのこの色の並びが良くなったよね。俺とミスキーそうですねなりましたね。華やかね華やか、ね、がはい以上ですじゃあね動画もいいんだったらいいねお願いします。やってほしい企画があったらコメント欄からどしどし引き寄せ